曜に引き続き立憲と維新の話題、毎日新聞2022年9月23日、これが政治なのか、立憲と維新共闘、所属議員に広がる困惑。維新の正体奇遇で、維新ほど立ちの悪いところはないからな。記事によりますと、立憲民主と維新が21日に結んだ政策合意をめぐり、両党内に困惑が広がっている。合意文書には両党が6項目の政策について国会内で共闘すると明記。両党幹部は支持率低下にあえぐ岸田の風民政権追及でタッグを組むと狙いを説明する。しかし唐突な発表に両党内には将来的な選挙協力まで視野に入れているのではとの観測が広がり、これまで議席を激しく争ってきた議員らを中心に動揺が走る。幹部は火消しに回っているが、手探りの連携の先行きは見通せないのが実情だ。維新の正体奇遇で、今回代表が変わって馬場さんになって馬脚を表したって感じなんかな。よう分からんけど、馬場さんって丸山の穂高さんが維新にいらっしゃった時、北方の領土は戦の総数しか取り戻されへんでっておっしゃって、それが問題発言となって、維新の連中かばっとったらええのに丸山さん放り出して、なぜかロシロシの大使館にお詫びに行ってん。もうこれはなぜかというよりも、お前こみってる系やろって言ってもええんちゃう。こみってるってこみんてるのことなんですけど、日本共産党や中国共産党の大元であるコミッテル、国際共産党、第三インターナショナル。動画で連呼を避けるためにコミッテルとか友さんととか言ってます。友さんは共産です。 A の愛ちゃんが池寿司貼るからちょっとずつ変えて言うてんねんけど、コミッテル国際共産党は消滅したことになっていますが、あるやろって私は見ています。コミッテルには指導団体がございまして、自由なおそうめん屋さんってそこのことを言ってるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン。おそうめん屋のお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国が、今現在でんでんじいさんがやっているところ、アメリカなんですけど、盛大なプロレスが行われている。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。それをやりたくなったのは、社会統計の実にお偉い、肩書き立派な素晴らしいとされる先生とお仕事させていただく光栄な機会に恵まれまして、その仕事が地獄だったんです。政治学者ってこの程度でなれんの？社会統計なんなん？って思ってたんですね。その時の責任者、社会統計の学者信奉しているもんや思ってたら、定年後友さん党員として生きる宣言をしはりました。友さんは共産、国際共産党員として頑張る。迷惑な話やなと思いました。それ聞いた時は、まだ社会党が社会の窓主義インターナショナル、国際組織に加盟している厄介なところっていうことは分かってたんですけど、もともとコミッテルと同じ組織であることは知りませんでした。これについてはですね、辞書に書いてあったんですけどね。私の情報ソースは先人の書ですが、ほとんどは今現在売られている辞書、百科事典で把握したんです、理解したんです。私のことを陰の暴論者と思われている方多数いらっしゃる。先人の書を紐解くと、ほとんどが国際共産とコミッテルがあかんこと書かれてるんですけど、社会の窓主義インターナショナルについては触れられてない方が多いんですね。先人の書を紐解くと、ほとんどが国際共産とコミッテルがあかんこと書かれてるんですけど、社会の窓主義インターナショナルについては触れられてない方が多いんですね。立憲って角丸枝野が作った極左中の極左の政党で、希望がなかった希望の党に入れてもらえなかった角丸枝野が慌てて作って、後ろから前原さんに入れてもらえる、一緒に行けると思っててんけど、入れてもらわれへんかって裏切られたんで、ひしこいて作って辻元らを招き入れたんや。大半の民主の連中は希望の党に入ってんけど、希望ではどもこもならんいうことで、国民民主に名前を変えてんけど、それもどもこもならんということで、立憲の方にドドッと人が入り込んでんけど、立憲の連中ってあの悪夢の、いやいや現実地獄やったでの民主の連中や。鳩山は
社会の魔女主義インターナショナルに代わる国際組織の隠れ蓑を作ったんでしょう。お米の国って書くところのミンス、今現在伝令爺さんがトップを務めている政党、あそこはですね、国際組織進歩同盟に加盟しています。進歩同盟は既存の社会の窓主義インターナショナルに代わる組織として創設され、参加党の多くが社会の窓主義インターナショナルに参加しているか以前参加していた党であるやねんけど、2015年9月25日マレーシアで地域セミナーが開催され、日本の民主党も参加。先人の書を紐解いて分かったのが、資本社会ともさん、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、揉めさせるために作った、国民が選んだという形で、まず資本を潰して社会の窓主義の世界にして、後にともさんの世界にしていく、世界を一つにワンワールドにしたい勢力が考えとるんですよ。民主の連中って労働組合の組織票で送り込まれてくる厄介な連中なんですけど、我々日本国民にとって残念ながら自民しかないんですね。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなってるんですよ、敗戦国やし。で、資本社会ともさん、この3つの主義の中で資本だけが自由に楽しく暮らせて、社会ともさんは必ず辛い思い、痛い思いをさせられる、指令によって動かないといけないようになってしまうんで、指令によって近づいてきたやつらと会話せずに知らん顔しておけば、左の翼の連中は身内に厳しいので、任務が遂行できなければ自己批判に応えろ、なんて意味不明なことを言われて、ボコボコにされはんねん。自己批判トレビアンボコボコに書いた、うーんっていう儀式に持ち込まれはんねん。左の翼の日本語遣いちょっとおかしいから、自己批判なんてしようらしいことするはずないやんって思っても、いやちゃうねんって、意味が変わってて、ボコボコにされる儀式を自己批判って言いはんねんって、って割り切って見てるといいですよ。知らん顔推奨。とにかくこの世の中、あちらこちらに工作員ほんまにいます。石化工作員って言われてたみたいです。石化っていうのは、赤く化けるって書いて、思想を友さん主義に変えることを言います。インターネット、SNS は工作員の巣窟って感じで、日本人であるならば保守でないといけないという洗脳が展開されてきましたが、私はそうは思っていなかった。日本の保守を言うて、保守論客を言うて活躍できる人たちって、お隣の国、県の国、藩の国、関とも言うところの、週の教メディアで活躍している、今まさに騒がれている T1 教の会系のメディアで活躍している人たち。なので私、相入れない部分の方が多いやろなって、関わらないようにしてきたんですね。日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中は、AB さんを持ち上げて、自分たちの意のままに動かそうとしてんのちゃうのって見ていました。多分、T1 教の会お幸せ、その辺やねやろなって見てたんですけど、最近、テンディもいるんちゃうかなって思い出しました。収納教って、つながってんのかな？文化人放送局の一番最初の住所が、テンディの青年会議所で、日経テレコンっていうサイトで調べたら、文化人放送局の業種が、あかん、笑ってしまう。葬儀業やね。で、主として、死体埋没準備、葬儀執行を業務とする事業所を言うって書いてあんねんけど、保守の鏡とされる方は T1 教の会系でもあり、モラロジーでもあるんよね。顧問とかやってらっしゃって、モラロジーって、ひろいて菊郎さんって方が提唱者やねんけど、モラロジー、道徳科学、なんとかの科学って収納教系よねって感じやねんけど、ひろいてさんは、天理教教育顧問を務めてた方なんですね。まあ何しか私は、ちょっと相入れない部分の方が多いやろなって先に避けてたんですけど、 A さん持ち上げて自分たちの意のままにやろうとしている人たちって収納教系なんかな。 A さん持ち上げて、でも比例は別のところに比例させよう、自民の票を割らせようとしてるよなって見てたんですけど、比例こそ自民やろうって私邪魔したことある。一時期ですね、維新はクリーンな A 政党っていう洗脳も展開されて、石原の裕次郎の兄ちゃん新なんとかさんが医師の創業者とくっついたり、いろんなことがあったからやろうと思うねんけど、後にコロコロとかニコロ、次世代がなかった次世代の党とか、まあ、順番逆やけど、まあ、そんなところに入れさせようと頑張っててんけど、医師の正体は気ぐれで、医師ができた時ニースの連中わんさか入り込んでるからアウトなんやけど、極左中の極左の立憲と組むっていう神経がもうわからへん。てか、わかるような気がする。医師の正体気ぐれで、上田の匠系ちゃうの。維新には、
谷畑の隆さんっていう方が幹部にいらっしゃったんですよ。谷畑さんの一番最初の政党が社会党や、ティグレの顧問をなさっててんけど、一番最初ティグレを作った上田の匠さんの秘書をなさってたんですね。上田の匠さんって人権急小企業の上田の匠、部落解放同盟委員長やったんですね。で、一番最初の政党が日本共産党、そして新祖中野国の友さんは嫌いやでーの友さんは共産、日本の声っていうのに移って、ソビエト大連邦がなくなって社会党に移りはったんやと思うねんけど、なしか野党は論外で、岸田の風味残念すぎるけど、あれでもトップ務めてもらって自民維持してもらうしかないねん。